Hi everybody, how are you doing? I'd like to show you how to build an English brain by yourself. I would recommend you to do shadowing. Let's get started. はい、皆さんこんにちは。英語をね、ペラペラスラスラ喋るための英語 の作り方を伝えています。やっぱりたくさんの音っていうか英語の文章ですね、それを何回も聞いて、結局脳が、それが必要と思うまで続けなくちゃいけないんですけども、なんていうんですかね、単語を一生懸命暗記して、それを頭の中でこうつなげようとする、この考えてる時がもう、まあ極端に言うとアップアップになっちゃうんですね。でそうじゃなくて、たくさんたくさん本当に聞いてくると勝手に言葉が喋れるようになるんですよ。For example, if I like to talk something, I can tell you what I want, what should I say, or something like that. こういうふうに何も考えないで思ったことが言えるようになってくるんですね。で、それは、ボキャブラリーがたくさん増えてくれば、もっともっといろんなことができるんですけども、基本的には脳の中で、本当に今みたいに勝手にチョイスするんですよ。考えなしでっていう。そこまで行くには、やっぱたくさん聞く。なんか本当に僕らが日本語を覚えたのと同じで、親がずっと言ってるのをずっと聞き続けたらいつの間にか喋っちゃうっていう感覚ですね。ただそれがずっと聞き続けることが大切なのと、あと知らない単語は聞いても分かんないんですよね。ですので、その知らない単語を見つけたりとか、その調べたりするのが多分大変だと思います。子供だと知らない単語は大人から聞いて、ふーんで終わって何年もかけてこう解釈するんですけど、大人になったらその言われたら解釈できるようになってくるんで、その点はなんか大人になってきたらもしかしたら子供よりも早いのかなって思う時もあるんですけどね。ただ無意識で使うっていうのがポイントです。はい、じゃあそれと今日はそのこういうのなんていうのかなっていうのを調べるっていうか、言葉があったとして、ポッと詰まっちゃうようなこれってなんて言えばいいのかなっていうのを時々見つけてきて話してます。で、例えばみんなで一緒になんかしようよとかいう時に、みんなで一緒につるもうよとかいう言葉になるんですね。例えばなんかこう出かけましょうとかっていうとすごく重苦しいんですけど、ちょっと一緒に行こうよとかいう時にね、池袋の方に一緒に行くとかいう感じで使うのには、ハングアウトっていうね、言葉がぴったりみたいです。そうすると日本語だと、みんなでつるもうよとかね、みんなで一緒に出かけようよって時に、英語では We should hang out. We should hang out. ね、We should でなんか、しましょうよっていうのの、シャルの結局丁寧語になってくると should になるんで、そうでしたよね。シャル、should ですよね。はい、行きましょうよってことで提案になります。覚えておいてくださいね。で、いつも言いますけど、今みたいにさ、この英語を、無意識のうちにね、話そうと思ったらたくさん聞くのがいいんですけども、ただ聞いただけじゃできません。やっぱり自分の声に出した方が早いっていうか、話さないとダメなんで、おすすめなのはシャドーイングです。で、シャドーイングおすすめなのは字幕スーパーが出てるし、それからあと今のね、ネイティブスピーカーのタッチのアメリカ、特にアメリカの人たちが話すような言葉をずっと使ってる、サウスパークっていうのがおすすめです。こんな感じです。Art from our Asian American students, Dan Valdez is talking from the White Hall. From our Asian American students, President Biden, to the President, with this book. Hey guys, as you know, we have several students here in the South Asian country. We've been getting to know some of the Asian girls who introduced to this astral for the Yaoi. Yaoi is a great and emotional beauty, and of course the people who are loving it so far. Even art tries to show that our art is magical, and the chemistry of Akimosa speaks.Tweet and drag for the belly down. What? Kelly Show, with a bit of wood to go, with a crazy and a tweak, the moonlight dance. Oh, what the fuck? In the Yaoi art is the same way, or talk, with usually talk dominated the UK or the world. And the demonstration held in Shimoa is a tweaking crash, boys laugh, oh.But the Yaoi girls are relatively about as well. Uh-oh. As we see here, it is really grog, tweak, and crack. I'm just Nishimura's tweaking. はい、このようにですね。つって、わーっと話すときが、やっぱり英語の単語を短くして話してます。そこのところが聞き取るにはどうしたらいいかって言ったら、これ英語の子音が聞き取れないと、やっぱこれができないんですね。
で、日本人は英語の子音単音で出すのが苦手です。ですので最初にしなくちゃいけないのはいつも言いますけども、英語の子音がたくさん きちんと出せるように力強い音がつく必要なんですけど、そのためには肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩めて、てっぺんにたくさん釘が入って腹横筋という筋肉でうわっと子音の音を出しますね。これがなんか苦手な方は体型的には、ハト胸ですね。なんか空気がたくさん吸えるように見えるんですけど実は違います。猫背の方もそうですし、あとまあ本当に子音の音があのはっきり出せない音がね、出せないっていう人たちも、同じですので、その人たちは整体に行って肋骨の筋肉、横隔膜を緩めて腹横筋という筋肉を使って音を出すようにしてください。例えばですね、この W の音とか H の音とは、これはあの子音として口の喉の奥の音から出てきますから、これ皆さんまあ喋るとすると We should hang out ですけど、We should hang out、 We should hang out ね、W の音、H の音、それから S の音とか OUT の O の音ね、口の喉の奥から出てくると思います。出てくる音なので、それをちゃんと、力強く発音できるようにすることが大切です。どなたも手順間違えなければ、きちんと英語を喋れるようになりますので頑張ってみてください。それでは。